ウエストエアスウェーデン294便墜落事故は2016年1月8日に発生した航空事故である。オスロ空港発トロムソ空港行きだった貨物便のウエストエアスウェーデン294便の姿勢指示器が飛行中にご表示をしたためパイロットが空間式失調に陥り墜落した。乗員2人全員が死亡した。この事故はウエストエアスウェーデンが起こした。 唯一の死亡事故である。ルフトハンザシティラインでの運用中に撮影された、事故機事故機のボンバルディア CRJ200PF は、1993年に、製造され1993年2月から2006年末まで、ルフトハンザシティラインで、d エイケルとして運用された。製造番号は7010で、2機の、ゼネラルエレクトリック CF34 から3バイト1。 エンジンを搭載していた。また、事故機は、ウエストエアスウェーデンへの売却時に貨物機への改修工事を受け、機体記号も s e d スへ変更された。墜落時には、38,601時間と31,036サイクル以上の飛行を経験していた。機長は42歳のスペイン人男性だった。総飛行時間は3,365時間で、 ボンバルディア CRJ シリーズでは2208時間の経験があった。そのうちの1569時間が CRJ200 によるものだった。技能テストは2008年8月に行われており、修熟度テストは2015年2月に実施されていた。副操縦士は33歳のフランス人男性で、総飛行時間3232時間のうち1064時間が、 CRJ シリーズでの経験だった。2015年9月15日に終熟度テストを受けていた。どちらのパイロットもオスロからトロムソへは何度も飛んでおり、294便の飛行計画も標準的なものだった。オスロ空港トロムソ空港墜落地点出発地と目的地墜落地点を表した地図294便はノルウェーの首都オスロから 北部のトロムソへ向かう貨物便だった。飛行予定時間は1時間43分で、機体には4.5トンの郵便物が積み込まれていた。また、この飛行は一部、スウェーデン空域を飛行する計画になっていた。22時52分にパイロットはエンジン始動後のチェックリストを開始した。チェックリスト終了後の23時1分、294便は除氷作業を受けた。 除氷作業が終了後、294便は滑走路 01L へのタキシングを行った。294便は現地時間23時9分にオスロ空港の滑走路 01L から離陸した。23時37分に機体は巡航高度の3万3000フィートに到達した。機長が操縦を担当し、副操縦士が計器を監視していた。0時18分。 機長は、トロムソ空港への着陸侵入及び着陸に関するブリーフィングを開始した。ブリーフィングはおよそ1分ほど続き、副操縦士が内容を確認した。この時、294便は、高度3万3000フィートを275ノットの待機速度で自動操縦により水平飛行していた。0時19分。 突然、機長席側の姿勢指示器が急激な上昇を示し、P 近くはプラス15度まで増加した。その後すぐに自動操縦が解除され、警報装置が作動した。また、左右の姿勢指示器の表示に差が生じたため、両方の PFD にピットと表示された。機長は自身の姿勢指示器の情報に基づき機種下げを行い、294便は降下を開始した。 異常発生から5秒後、基調席側のピッチ角表示がプラス30度を超え、PFD の表示がレクラッタモードに変化した。このため、基調席側の PFD からピットの表示が消えてしまった。その代わり、基調席側の PFD に下向きの赤い二重矢印が副操縦士席側の PFD に上向きの記号が表示された。異常発生から11秒後には、 バンク角が40度を超え、バンク角警報が作動した。異常発生から17秒後、待機速度が315ノットを超え、速度超過警報が作動した。速度超過警報は墜落まで鳴り続けた。副操縦士は管制官に命令を宣言した。この時速度は400ノットに達しており、設計急降下速度を上回っていた。降下を開始してから1分20秒後、 機体は地表に激突した。墜落現場ウエストエアスウェーデンは23時31分にパイロットが緊急事態を宣言し、機体がレーダーから消失したと発表した。救助隊は生存者がいる可能性は低いと述べた。フライトレーター24によると294便は0時18分から60秒間で21275フィート近く降下していた。 ノルウェーとスウェーデンの当局は3時10分に機体の残骸を発見したと発表した。墜落現場はノルウェーとの国境から1 0トルほどのアッカ湖付近で標高3300フィートほどの場所だった。残骸は直径1 5 0ルの円を描くように散らばっていた。これは墜落時に高いエネルギー衝撃が加わったためだと考えられている。また、 残骸の散乱状況から機体が逆さの状態で地表に激突したと推定された。事故現場には墜落により深さ6メートル、直径20メートルほどのクレーターが生じていた。回収されたデジタルフライトデータレコーダースウェーデン事故調査局が調査を行った。事故の翌日、デジタルフライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーが回収されたが一部に 深刻な損傷が生じており、記録装置も欠損していた。1月10日、パイロットの遺体とともに記録装置が回収され、2日後に SHK は、パイロットがメ令デーを宣言していたことを発表した。1月26日、FDR と CVR の解析に成功し、分析が開始された。DFDR に記録されたピッチカクと SHK が、 再計算したピッチ角 DFDR のデータから、機体のピッチ角、バンク角、対地速度、地方位の情報に異常が見られた。この4つのパラメーターは、実際の情報と異なる情報を示しており、いずれのデータもいる位置から送信されていた。一方、CVR には2時間4分の音声が記録されていた。SHK とボンバルディアは、向かい角や待機速度、 高度などの情報からピッチ角を再計算した。その結果、両者の計算結果はほぼ一致した。事故の1ヶ月後、SHK の調査官は294便と同じルートを飛行する貨物便にオブザーバーとして登場した。これによりいくつかのことが判明した。巡航高度を飛行中にはコックピット内の照明は暗くされていた。そのため、 月明かりがなくても水平線や街明かりを識別することが可能だった。しかし、ブリーフィングはコックピット内の照明を点灯させて行うため水平線を確認することはできなかった。SHK の調査官は CRJ200 のフライトシミュレータでも検証を行った。この時には異常姿勢からの回復、速度超過、イルの故障などに関して検証が行われた。 また、メーカーによる閉じ機では、デクラッタモードでは、ピットなどの警告表示が、PFD 上から消えることになっているが、シミュレータでは、デクラッタモードでもこれらの警告が表示された。ウエストエアスウェーデンが使用していた飛行マニュアルには、デクラッタモードや、シェブロン記号に関する記述がなかった。これらのことは、ボンバルディアのマニュアルに記載されていたが、このマニュアルは、訓練などで使われていなかった。 また、航空会社のマニュアルには、主警報装置に対する記述もほとんどなく、ただ警報をリセットするようにとだけ記載されていた。航空機の異常姿勢を防止等するための訓練は、事故当時には必須事項ではなかったが、2016年5月からは必須事項となる予定だった。ウエストエアスウェーデンでは、この訓練を終了したパイロットはいなかった。事故後、ウエストエアスウェーデンは、アプトや、 疲労管理、機器の故障による自動操縦の解除、エラー管理などの訓練を取り入れた。機体の残骸がすべて現場から発見されたため、機体は墜落時には空中分解などしていなかったことが判明した。SHK は異常発生時にパイロット間のコミュニケーションに問題があり、問題への対処が困難であったと判断した。CVR の記録からパイロット間に隔たりはなく、 互いに通常の会話をしていたことからコミュニケーションの問題は疲労から来たものではないかと推測された。しかし、パイロットの睡眠時間に関する情報が得られなかったため、実際にパイロットがどの程度疲労していたのかは不明だった。DFDR には副操縦士席側の PFD に表示されていた情報が記録されていなかったが、SHK はこれらは正常に動作していたと、 判断した。SHK が作成した PFD の表示調査から、基調席側の PFD には、上手の左のような表示がされており、副操縦士席側の PFD には、右のような表示がされていたと推測された。異常発生から3秒後に、自動操縦が解除され、4秒後には、基調席側の PFD が出くらったモードに切り替わった。基調は、PFD の表示及び、 シェブロン記号を見て操縦桿を押した。この時点で、両パイロットは、姿勢指示器の表示の違いにより異なる認識をしていたと推測された。疲労や重力加速度の変化のため、パイロット間で適切なコミュニケーションが取られず、トラブルシューティングも行われなかった。異常発生から9から13秒後、副操縦士席側のトリムスイッチが作動しており、 このことからこの時に副操縦士が操縦桿を掴んだと推定された。異常発生から13秒後には P 近くがマイナス20度に達し、副操縦士席側の PFD もでクらったモードに切り替わった。この時、両方の PFD に異なる向きのシェブロン記号が表示されており、パイロットたちは空間式失調に陥っていたと推測された。DFDR のデータなどから、 イール1の故障が疑われた。分析から、イール1に接続されていたピッチ角のジャイロが誤った、情報を送信したため、ロールと用の情報にも誤差が生じたと推測された。3月19日、SHK は中間報告書で以下のことを述べた。異常発生から17秒後、最大運用制限速度の315ノットを超え、垂直方向の加速度の向きがまさに変わった。 さらに16秒後、副操縦士が管制官に命令を宣言した。待機速度は400ノットを超えており、スタビライザートリム機種下げ10.3度まで動いた。機長はマフハトリムといい、エンジンはアイドル状態にされた。最後に記録された情報によると、機体は508ノットまで加速しており、3G がかかっていた。SHK は、 機体の方位は右に75度変更されており、急降下中にパイロットは主に機体の旋回方向について話していたと述べた。2016年12月12日、SHK は最終報告書を発行した。報告書では以下のことなどが認定された。SHK は最終報告書でこの事故はバックアップシステムが故障した場合の管理方法が 不適切だったため発生したと結論付けた。また、事故の要因として、お挙げた。SHK は、最後の85秒間の CVR 記録を最終報告書に掲載した。更新内容については、社知で表している。また、不明瞭な音声はで表されている。ありがとうございます。